ゴルフカートって、電車みたいに走る電磁誘導方式とかあるんですね。高重心横転回避ミサイル。ゴルフってカートで事故らないための技能もちゃんといるんだな。所作の美しさも求められるのがゴルフ。下品なおふざけはしてはならない。面倒いスポーツです。面倒くさいとか言うな現代っ子か。付き合いで休日丸一日潰れる。さてさて、こっちのトレーラーは横転しかけたけど、荷物の方を落っことして本体を守ったようですね。これで仕事が続けられる。一緒に落とした信頼どうする気だ。ついてこれるやつだけついてこい。そいつが俺のやり方。混ざってる混ざってる。ワイスピにちなんでブランブランというあだ名で呼ばれてる。微妙にブライアンっぽく聞こえるのやめろ。ちなみにオイラのトラック、あの時の青い R35 が入れないくらい低重心なんだ。なんでかわかるかい？横転するのを避けるためさぁ。おまけ。限界というのは壊れた時にわかる。トヨタもやってたけど、誰かが犠牲になって初めて得られるデータや人類の進歩というものがあるんだ。前輪完全に浮いてるのによく曲がったな。だって多分、フル加速中のポルシェ911だって荷重的にはフロントタイヤ浮いてるも同然だろうけど、ハンドル切れば曲がるっしょ？ツイッターのクソリプみたいな繋げ方しやがって。次は一本減らそう。それじゃほぼ意味ねえよ。